稲見駅は、かつて、富山県東都並郡稲見町にあった、下越能鉄道下越線の駅である。また、1970年7月11日までは、国鉄自動車稲見線の自動車駅である、稲見駅前駅が遠い駅前に開設されていた。駅舎は、木造人風の建物で、登録有形文化財に登録されており、現在は、物産展示館、 バス停の待合室として使用されている。現存する駅舎は1934年に完成、築地本願寺を造営した地元出身の宮大工、松井角平が設計、施行したものである。また、登録有形文化財に登録されており、日本遺産稲見の構成文化財にもなっている。駅舎前には、稲見彫刻を施した電話ボックスがあったが、 利用者の減少や維持管理上の安全性から撤去されることになった。クレハ防石稲見工場あたり駅においては、クレハ防石稲見工場や大建木材工業に対する専用線発着の貨物に加え、東洋ナイロン編紙物や見た製薬などの工場からも繊維加工品や医薬品が発送されていた。また、当駅には、港内入れ替え機関車が常備されており、 専用線発着貨物の入れ替えを行っていた。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。ありがとうございます。